匂いあや,やめの根の横断面。1、通過細胞。2、悲層、3、細胞壁が飛行した内皮細胞。4、内傷。5、支部。6、木部。内皮は、イカンタ束植物の悲層の最内層にあり、イカンタ束群を取り囲む一層の細胞からなる組織である。内皮より、内側のイカンタ束を含む部分は、中心柱と呼ばれる。内皮は、 細胞が密着して形成された円筒であり、内皮細胞同士が接する細胞壁にはスベリンなどの素水性物質が沈着してカスパリー線が形成されておりアポプラストを通した物質透過を抑制している古くなった内皮では細胞壁全体が飛行しカスパリー線は不明瞭になる死だ植物では普通に薬器 葉のイカンタバ系を取り囲む明瞭な内皮が存在する。一方、種子植物では根には内皮が存在するが、茎や葉には明瞭な内皮は見られないことが多い。内皮はイカンタバに出入りする水やイオン、植物ホルモンなどの移動を調節するとともに、不要な物質のイカンタバへの侵入を阻止する。また、 細胞中のアミロプラストの沈降を通して重力感知に関与することも示唆されている。特差属の茎の横断面。内側にある中心柱を囲む内皮には明瞭なカスパリン線が見える。内皮は皮層の最も内側に位置して遺憾た場群を囲んでおり、普通一層の細胞からなる。内皮細胞は互いに密着しており、細胞間隙は存在しない。典型的には、 内皮細胞同士が接する部分に、素水性物質であるスベリンなどが沈着し、カスパリー線と呼ばれる帯が形成されている。カスパリー線の部分では、細胞膜が細胞壁に密着している。内皮は、煙突のようなレンガ製の煙筒に例えられ、レンガが個々の細胞を、カスパリー線は、レンガの間を埋めるモルタルに相当する。このような明瞭なカスパリー線が存在する内皮の、 段階は第1段階と呼ばれる。やがて第2段階になると内皮細胞の細胞壁の内側全体にスベリンが蓄積する。最終的に第3段階に達すると内皮細胞のスベリン層の内側にリグニンなどを含む虹壁が形成され、特に内皮細胞の側方と内側の細胞壁が厚くなる。このような段階ではカスパリー線は不明瞭になる。 また、稲科などの根では、内皮より、外側の表皮や皮層が脱落し、細胞壁が飛行した内皮が、根の表面を保護する構造となることがあり、このような内皮は保護症と呼ばれる。近胞下属の根の横断面、中心柱を囲む内皮の細胞壁は、部分的に飛行している。百合属の根の横断面、中心柱を囲む内皮の細胞壁は飛行している。 わらび族の地下系の横断面。いかんタバの分柱は、内皮で囲まれている。蒸気のように、内皮は普通イカンタバ群の外側を囲んでおり、このような内皮は橋立内皮とも呼ばれる。シダ植物などでは、いかんタバ群の内側にも内皮が存在することがあり、内外の内皮を合わせて、両立内皮と呼ばれる。また、特殊族などでは、 ここの遺憾束がい皮で囲まれていることがあり、このようない皮は自律い皮と呼ばれる。一部の植物では内皮細胞内に多数のアミロプラストが存在することがあり、このようない皮はデンプン症と呼ばれる。また葉緑体が多く存在するい皮は葉緑症、付近の細胞よりも大きな柔ら細胞からなるい皮は柔ら組織症とも呼ばれる。 カスパリー線に沈着した物質の特性のため、また時に多量のデンプン粒を含むため、内皮はフローログルシノールのような染色剤によって染色される。植物体内における水及びその溶質の移動は、細胞壁や細胞間隙など原型室外を通る経路と原型室内とそれをつなぐ原型室連絡を通る経路を通して行われる。 アポプラスト経路を通した輸送は細胞によるコントロールが難しいため植物にとって不都合な物質移動が起こる可能性がある。内皮はイカンタ束を取り囲んでおり外部とイカンツ束の間のアポプラスト経路をカスパディ線などによって遮断している。そのためイカンタ束に出入りする物質は必ず内皮細胞の原型質を通過しなければならず。 この際に通過する物質の種類や量が制御されている。またない日は、遺タ束に蓄積された溶質が外界へ逆流することも防いでいる。このことは、遺タ束内の水を押し上げる力である根圧の発生にもつながる。遺タ束の木部にある導管や仮導管組織は、水や無機用分を通動する組織であるが、組織内部の水柱が、 気泡によって切断されると通道できなくなる。内皮は、いかんたばえの気泡の侵入を妨げることでこのような、側線の発生を防止している。古くなった内皮では、内皮細胞の細胞壁全体が飛行する。このような内皮では、一部の細胞だけが細胞壁が薄いまま保たれ、通水を可能にしていることがある。このような細胞は、通過細胞と呼ばれる。実験的にも、 通過細胞がカルシウムやマグネシウムなどの溶質をいかん束に運搬していることが示唆されている。しかし多くの場合、古い根では内皮全体で細胞壁が飛行して通水脳は失われており、より先端側の若い根の部分で吸収した水と無機養分の通路としてのみ機能している。内皮細胞はデンプン粒を多く含むワミロプラスとを持つ場合がある。このことは、 栄養分の貯蔵に役立っている可能性がある。また白いネナズナなどでは根における根間の平行細胞のように茎のない非細胞中のアミロプラストが重力屈性における重力方向感知に関与していることが示唆されている。ありがとうございます。